おはようございます。今日は9月の16日敬老の日祝日です。山陽本線の広島駅、人がいっぱいいますんで目線がちょっと痛いからカメラは下に向けます。駅が思いのほか都会になっていてビビります。昔の駅舎はこちら、1950年代からずっと使っている馴染みある駅ビルですが、これももうすぐに建て替え解体ということになっています。今日乗るのはクレセン、時間がないので後で予定をご紹介します。改めまして、ここは広島県竹原市、今クレセンの忠の海駅に着いたところです。さっきホテルでゆっくりしすぎまして動画を撮る時間がありませんでした。朝ごはんを買う時間もありませんでした。おかげで朝ごはんの節約になりました。本日の予定をご紹介します。今日は久々の大移動、これからちょっと長い距離の移動が続きますが、広島を立って山陽本線とクレセンとルートは二手に分かれますが、南側クレセンを海沿いに東に進みます。この忠の海で途中下車をした後、三原よりまた山陽本線に戻り、さらに倉敷、岡山と進みます。本日の目的地は兵庫県姫路の予定です。岡山は以前鷲羽山ハイランドでも一度訪れておりますので、それほど深入りしません。今言いましたっけ、車内放送でもね、自動でこんなこと言うのびっくりしたんですが、うさぎで有名な大久野島へおいでのお客様はこちらでお降りください、そんなこと言うんですね。瀬戸内海にはいろんな島があります。猫の島も行きました。うさぎの島というのもあります。以前私も行きました。ご存知の方も多いと思いますが、ご期待ください。この間この辺りにある松山からこのように温度の瀬戸を通って、呉を通りながらこの広島、そして今日はこのように通ってきたわけです。ここに大久野島があります。ここは観光開発もされています。猫の会を見ていただいた方は多いと思いますんで、そんなに説明いらないと思いますけどね。ここはウサギが大量にいる島です。ウサギの餌販売中、コンビニでもそんな風に売り出しています。ただウサギの餌自体は無料で手に入れられる場所もあります。スーパーマミー、12時に1回閉まる独特のスーパーみたいなんですけど、ここに行けば、前行った時はただで野菜くずをくれたんだよな。今は売ってるものだけが、でもこっちの方が安いね。キャベツ50円だって。街中にこんな感じで海が入り込み船が止まっています。これどうやって船をね外に出すのかわかんないですよね。あそこが塞がってますから、あっち海なんですけど。多数の観光客を乗せて出航したこの船ですが、もともとはこの間2度乗ったのと同じように本州と愛媛県を結ぶ連絡航路の一つでありまして、この忠の海より四国、愛媛県、大三島、これは離島ですが四国本土と陸続きになる島です。そこと
車で持って移動する人を運ぶためにもともとは運行されていました。その途中、大久野島というリゾートに開発された島があったので、そこに寄っている航路だったのですが、2010年頃からお客さんが大幅に増えだし、現在このような繁盛を見せています。広島県本土からは非常に近く、もうこの前方に見えている鉄塔の立った島、これが大久野島です。鉄塔が立っていることから分かるように本土からの送電を受けています。一方、その裏側にありますこちらの島は、しまなみ海道も通ります大三島、こちらはまた愛媛県、なおもう愛媛県に行く予定はありません。この短い航路であってもやはり造船所の景色、往来するタンカーなど瀬戸内海らしい景色を数々見ることができます。大久野島について簡単にご紹介します。この島はもともと陸軍の毒ガス開発の用地として開発をされました。見ていただくと分かりますが、こんな風に当時の建物も残っています。その後、この大久野島はリゾート地としての開発をされ、休暇村大久野島とかそういったものもあって小規模に需要を拾っていたんですが、ある時から、ここでもともと飼っていたと思われる、小学校のウサギが野生化したものと思われるものが、数を増やし始め、現在その数は900を超えます。旧陸軍の毒ガスプラントは割と多くの場所で見ることができますが、一応この島自体は、アメリカ軍、それから広島県、日本政府、いろいろと頑張ってですね、無毒化ということをしておりまして、現在は一応安全ということになっています。ただ後からまた毒ガスが発見をされるということもあったので、現在この島は完全に井戸水の使用を停止しており、本土からの水の輸送に頼っているようです。と思ったらね、まだ船が動いているうちからお客さんも車も降り始めました。ものすごい流れ、まさに民族大移動、そんな感じかな。上陸すると早速至る所でその姿を見ることができるんですよ。これ結構可愛いね。人参ももらっても餌は散々もらい尽くしたって感じかな。観光客もみんな満足していますが、実は島の奥の方まで進んだ方がウサギは多く見られるわけです。前に来ていた時よりもウサギは多くなったと聞くんですが、その割には全然姿を見かけません。なんかね、この夏の暑い時になるとやっぱウサギってのは引っ込んじゃうのかな、そう見えますよ。こういう日陰のところでみんな寝ているだけです。確かに私の知り合いでね、ウサギ飼ってるって人いましたけど、夏の暑い時はもう冷房をずっと聞きつけっぱなしにして、それで出かけるとか言ってましたからね。餌なんかもこういうところに持ってありますが、もう食べようという気も起こらないようです。ここでまた木陰で休んどるのがおります。そんなウサギしかいないんですけど、それにね、こっちからけしかけるしかないんですよね。もう見えるウサギよりも観光客の数の方が圧倒的に多いですから、これこんなうるさくしてると目がちょっと開いてきたかな。さっきまでここでうろうろしていたんですが、このウサギ転んでしまって、それからずっとここで寝ているようです。で、本日なけなしの金をはたいてファミリーマートで、本当はスーパーで買えば安かったんですが、200円人参を購入してまいりまして、ここにおります。人参もうね、こんな調子なんですよね。もう3連休でしょ。それで大量の観光客が来てて、観光客は餌を食べてほしい、ウサギはもうこの暑さ、冷房が本来は必要となるような動物が、この30、今日は今32度3度ぐらいあるんですけども、9月の中旬でね、だからもうこっちの方は参ってると。食事なんかもう夏バテで全然したいとも思わない。全くいらないと言っております。本当はね、私はこれをウサギの目の前で、あ、おいしい、うめえ、うめえ、うめえ、やろうと思ったんですけど、そもそもウサギがいらないと申しております。またファミリーマートで買ってきたこのロールキャベツも、本来はウサギの目の前で食べて、いや、人間はこんなおいしいもの食べてんだよみたいなことをやろうと思ったんですけども、こっちもですね、夏バテでもう参っているような人を目の前にして、そんな煽り散らしてもしょうがないし、向こうがもはやこんなものなんかどうでもいいと思っている前で一人で偉がって見せても何も嬉しいことなどありませんので、ただ虚しくロールキャベツを頬張るだけ。ウサギはもう上陸してしばらくしてからもほとんど、おお、待つ、ダメだよ、ダメだよ。おお、何言ってんのお前、これ人間様食べるもんなの。美味しいロールキャベツ、来ました、やりがいのある。あっ、待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと
これ食べる、もし、あー、うーん、まあそれで我慢してくる。ちょっと待っていくよ。急にやる気のあるウサギが参りましてですね、ロールキャベツをねだってきましたんで、これ食べさせてしまうとちょっと問題だからね、さすがにあげるわけにはいかないんですが、よかったよ、食べられちゃったら責任を感じて謝罪広告でも打たなければいけなかったかもしれません。お暑い中ですね、 YouTube のためにちょっとご協力をいただきたいんですけど、これ私の明日の食い縁がかかっておりますんで、どうかご理解をいただきたいんですけどね、まずここに置いておけば、まあ、ウサギはこれうまい。あ、もう相手にしてみました。ちょっとね、相手にされないのも困るんだよな。ほら、あるよ。あら、もうこっちがね、お願いして頭を下げて遊んでもらってるという状態ですから、前に来た秋の時とは全く違います。前に来た時はね、餌をねだって足元にすがりつくウサギに、はい、あげますよ、はい、あげたみたいなことをやって遊ぶことぐらいはできたのですが、もうすっかりですね、ここのウサギたちは自分たちの方が偉いのだということを認識していて、このように口元まで持っていくと、ようやくしょうがねえな、食べてやるかみたいな感じです。それも話すと、もう食べなくなっちゃいます。おお、嬉しい。まずこちら側をこっちに食わせ、こちら側をこいつに食わせる。おお、こういうのはやっぱり奥の島じゃないとできませんね。あ、これは面白いな。自分の指が食われるのも時間の問題ですが、食べてくれることが第一の嬉しさです。おお、愛想がいいな、幸せだ。前なんかね、このウサギは立つんですよ、直立二足歩行への道をとか言ってたのに、お願いしてもうお立ちいただく。お、ありがとうございます。おおお、もういいよいいよいいよ、お前なんか人参よこしゃ用はないわって感じですね、あれね。おこうやって、お、力が強いな。こっちから取ろうとすると、あ、取り返してた。もう一回やってくれる？やっぱりね、申し訳ないんだけど、こうやってこう面白い映像を撮らないことには明日の生活費がかかってますんで。奥の島に夏に来たのは完全に失敗でした。あのように動いているウサギを見かけることの方が少ないし、餌をやっても基本的には食べてもらえません。そしてウサギもどこにもとは言いませんが、まあほとんど存在しません。島内には至る所に観光客がやりきれなかった餌がもう残されているという状態で、見方によってはこれは結構な地獄絵図でして、餌はたくさんやられている、ここにもねずらずら並んでいますけども、ウサギたちはもうお腹がいっぱい、もしくは食べる気力がないにもかかわらず、観光客は食べてくる食べてくると懇願をして、もしかしたらウサギたちに健康被害も出るかもしれません。私も先ほどから人参をやるということはしましたが、もう控えておこうと思います。私も布団で寝るときによくやるんですけど、ああいうところにね、こう手を入れて寝るっていうのが安らげるんですよね。枕の下に手入れて寝るとか皆さんやりませんか？自分で作ったベッドの上にぐっすり横たわったようです。なんかこのウサギですが、アナウサギと言いまして、一応特定外来生物だったかな、外来種ですね、いわゆる。だからあんまりいい生き物ではないらしいんですが、まあ、この島には大した天敵もいないし、こういう特殊な環境ではまあ増えがちということで、その持ち前の繁殖力の強さを遺憾なく発揮しています。この間までね、なんか500とか700とかそんなぐらいの数値を聞いてたんですけど、今は900、来年には1000頭を超えてるでしょう。1000羽というのか。さて、ウサギは残念ながらあまり思った通りに見ることはできませんでしたけど、ここは潮流の激しい瀬戸内海、見ていただくと分かりますが、あそこで何やら水がバシャバシャやっています。ここでは何か渦が巻いているのも見られます。これですね、これはまあいわゆる渦潮と言ってしまっていいのではないかなと思います。かなり規模は小さいですけれども、本当にこの瀬戸内海はね、潮の満ち引きが激しいことで知られておりまして、これはどこか川から水が流れてくるというものではなく、ただ単に、本日が大潮で、もうそろそろ、干潮の時間でもあり、ものすごい勢いで水が減っているから、だからこのような変わった光景が見られるわけです。まさにこれは渦潮の原理と同じです。
この島に来たらやはりあの旧カメラで一泊して夜のウサギを楽しむべきです。そしてまたもうちょっと涼しい時期に、そしてまた平日に来るべきです。新幹線との連絡駅三原がタコの町として有名です。またこのすぐ先にある三原港からは大久野島への船も出ています。新幹線と唯一直結したお城三原城の跡も、この階段を登っていたところかな、改札を出てからだったかな、見ることができますが、まあ、今日はスルーでいいでしょう。もうあとは岡山方面に抜けるだけ。駅の周りにそれほどものすごくたくさんものがあるわけではないですが、しかし三原はやっぱり大きい町なんでお客さんもおります。自分の望むところに座れるはずです。海側を狙う必要があります。終点糸崎での乗り換えの案内いたします。ただよく考えれば次が終点だったので、次の糸崎駅で本当に窓側の席、海側の席を取れるかどうか、それが勝負になるでしょう。最近山陽本線の電車、呉線の電車、みんなこんな新しい車両に変わりまして、快適なんですが、ちょっと私の知っていたその姿とは違います。昔はね、全部こういう車両できてたんですが、この糸崎より先は旧型車両で行くようです。旧型だけどよく整備されてて、この車は随分綺麗だな。この糸崎を出ると山陽本線で一番景色のいいところに出ます。まあ、山陽本線で一番景色がいいと他の場所をもしかしたら紹介したかもしれませんが、とりあえず私は今ここが一番景色がいいと思っています。でも今回いろんなところで船渡ってきましたからね、さすがにここから見る景色よりも美しい景色ももうすでに瀬戸内海では登場したんじゃないかな。まあ、あくまで鉄道から見る景色で最も美しいものと捉えていただければいいかと思いますが、ともかくこの辺り非常にまた海が狭くなっていて、またその通行の量も多く、瀬戸内海通じて活発な造船、それが特に盛んに行われているところです。あの間の海峡を抜ければ四国方面に行くことができるし、あの橋を渡れば四国今治へ続きます。何度もご紹介しました瀬戸内しまなみ海道もこの先の尾道を終点とします。この先特に瀬戸田と言われる造船の盛んな地域で、向かい側にある向島は、まあ、まさに読んで字のごとくですが、そちらと愛玩の大野市市街、両方とも造船のクレーンが並びます。美しい海の景色を名刹千光寺から眺めるのがこの尾道の典型的な楽しみ方です。しまなみ海道は数多くの吊り橋、社長橋などで本州と四国を結ぶ、まあ、高速道路とか、自転車道とか、まあ、そういうのの総称ですけれども、あの橋を渡るとついに本州に至る、本土側に至るということになります。逆に言うとこの向かい側にあるこの山、これは、ここと陸続きになっているわけではありませんで、今からちょうどこの間何水道って言ったかな、忘れちゃいましたが、それが見えるところだと思ったんですけども、残念ながらですね、荷物を満載した貨物列車が来ましたから、これも隙間からちらり垣間見ていただくと、まあ、そんな必要ができてしまいました。ともかくこの辺り向かい側の日立造船向かい島工場、手前にもなんだっけ、もう会社の名前を忘れましたが、造船所がいくつか並び、瀬戸田造船だったかな、この辺りが山陽本線で、
見応えのある区間とされています。さて、もうすぐ福山に着きます。福山の街は結構最近新幹線のぞみ号も多く止まるようになって、いよいよ増しつつあるところです。ここもなお広島県ですが、方言は岡山弁になるとかで、県民もどちらかといえば岡山県よりの気持ちを持っており、実際昔は岡山県だったこともあるそうです。だけどもなぜか広島県なかなか変わったところ、要するに岡山が近づいてきています。高橋川を渡ってもうすぐ倉敷です。ちょっと前にこの川がちょうど去年でしたかね、大きな雨の影響で氾濫したということもありました。これね、いつも夕方になると列車が自動車の進路を塞いでずらりと並ぶ待たされる車が見られ、これが壮観なのです。岡山県に入りました。倉敷駅で途中下車、今回どのような乗車券を使っているかについては後でまたご説明しますが、一応その関係で表記は途中下車としています。この倉敷は私が生まれて初めて救急搬送された地、最初で今のところ最後ですが、その時は大したことなかったんですけどね、昨日広島で私に現金などを差し入れてくださったその方がですね、九州地元で、なんと救急搬送されたというお知らせを聞きました。幸いもらい事故で現在全治3週間ということ、命に関わることはなさそうでしたが、ちょっとかわいそうな話、この線路の脇を見ていただくと分かりますが、このような白い網々、これは何かというと鉄道とは全く関係なく、この倉敷は美観地区白壁のあのような壁が美しい観光地でして、それを模した飾りというわけです。早速ここにもその美観地区の写真が貼ってあります。大久野島も混んでいましたから、きっと倉敷も混んでるだろうな。いつ見ても立派な倉敷駅、この駅の作りだけでも立派なので見る価値があると思います。美観地区までは駅前通りを歩いて 500m、 そこからちょっと左内側に入ったところです。倉敷の景色はとてもいいんですが、一方で類似の観光地は全国にいっぱいありますので、別にここでなくてもというような気もしなくはありませんが、でもやっぱり綺麗だな。しかも観光地としてかなり栄えています。しかしただ古い建物が並んでいるだけですというのとの違いとしてはですね、倉敷はこのさっきも言いましたナマコ壁って言ったかな、このような格子状の壁の模様、これが倉敷の特徴とされています。というか実際特徴です。なおここではねポケモン GO で珍しいとされるポケモンが多く出没するようですよ。またこちらは大原美術館、非常に有名な建物、この建物もかなり古いし中にあるものも相当価値があるそうですが、全然知識が失ってしまいまして、前知ってたんですけどね、分かりません。入ったことも当然ありません。お金のない人にとって美観地区は大変手頃な観光地です。基本ここはお金を使わなければすぐ歩くだけで見終わってしまいます。お金を使うようなお店がいろんなところで私たちの手を引きますから、それで初めてここでの滞在時間というものが生まれるわけですが、美しい街並みっていうのはねすごいいいんですけど、結構いいな、思ったよりもこんなに綺麗だったとは久々に来ましたけど、でも綺麗だなーで見終えるか、周りにある食べ物屋さんなのでお金を使うか、大体やることといったらそんな感じでしょうか。綺麗な錦鯉もこの辺りの掘り割りというかね、水路から抜け出さないようにちゃんと仕切りが設けられているようです。これは近頃の政治家の疑惑をですねうまく利用した賭け美術館というんですが、中でいろいろと物を売ってまして、美術館というよりは、あ、こんにちは、どうもありがとう、中で物をたくさん販売しておりますよ。お写真がよくて幸せなんですね。ご無理がなければ、なんかいい公衆トイレがあった。で、倉敷といえば、倉敷うどんでございますが、視聴者の皆さんも私がうどん好きなのご存知だと思うんですけど、これもね、めちゃくちゃ美味しい、古市。山陽新幹線の岡山駅ホームにもこの店はあります。古市、
全国のぶっかけうどんはここから始まったと書いてありますが、もともとつけるうどんのね、ざるうどんみたいなやつを、つゆをそのままビャーとかけて早く食べてしまおうみたいなのがぶっかけうどんのノリだったようですが、でこの古市が一応その発祥なんだそうですね。本当かな、本当か知らないけど、とにかく美味しいので問題ありません。ありがとうございます。食べてきましたけど、やっぱり、ね、久々に食べたけど死ぬほど美味しかった。まあ、美味しいということは知ってたんですが、これ岡山に来たらもう食べたから、きびだんごなんかね、あんなのダメですよ。岡山名物といえばこれ、古市のぶっかけうどん。つゆが多分甘いのがまたうまくなんか癖なんでしょうね。まあちょっとね、これ本当皆さんも倉敷とか、それから岡山駅で新幹線乗り換えるときはね、もう絶対食べた方がいいですよ。もう頭おかしくなりますからね、これ。残念ながらサンライズとかいつも私乗ってますけど、それの時間は朝も夜もやってないんですよ。だから食べる機会が意外となくてですね、今日は久々に味わうことになりました。やっぱりね、岡山県側も四国側との交流が結構深いからか、讃岐うどん的なうどんの製造が多いようなんですが、その関係でレベルも相当高いようですが、なんかね、あれはもう正直言って讃岐うどんの店の中をもう全て超えて、私もあれが一番美味しいんじゃないかなって常々思っております。またこの倉敷は実は中国地方の核たる重要な町でもあります。この間ご紹介しました倉敷市小島、そこから南方に瀬戸大橋が伸びて四国の玄関となっています。北方には JR 伯備線、これは米子出雲市方面、この間通りましたが、そこへ向かう特急電車八雲号が通る山陰方面への最短ルート。美味しい食べ物、分かりやすい名所、便利な交通、この倉敷の魅力、数えてもあまりあるものです。倉敷駅からはまあぼちぼち岡山へ向かうわけですが、8分前に出る普通列車を1本見送りました。その次の快速列車サンライナーで向かおうと思っていたからです。サンライナーはこの辺りの名物。この倉敷駅を出ると次の15キロ先岡山まで全く止まらずにすぐ結んでくれます。車内もそんなに混んではいないし、この倉敷で降りるお客さんも多いので、割と条件のいいところに座ることができます。座席も快適な作り、特急電車と同じような走行の性能で乗り心地もかなりいいのです。雪を浴びるサンライナー、昔はサンライナーという列車がなくなりかけていたんですが、最近また走り始めました。あまり具体的な解説はしませんが、至る所に特急電車用の、例えばこの蛍光灯にカバーが付けられているとか、床下の走行装置が特急電車並みに快適な部品を使っているとか、他にもですね、いろいろなところ、例えば前後の間隔が広いとか、そういうのがありまして、この辺りでこの列車が来ると、この車両が来ると嬉しくなる117系というものを使っています。このスピードで岡山駅まで全く止まりません。追加の料金も取られません。あちらに見える川崎医科大学は確かお金を払えば入学できる医学部の代表例があそこだったんじゃないかな。名誉毀損で訴えられることはないと思うんですけど、それでもちゃんとあそこで勉強をして、その後国家試験に合格をすれば立派なお医者さん、そこで勉強すれば全く何の問題もないということはきっちりと付け加えておきます。私一回お医者さんの集まりに混ぜていただいたことがあったんですけど、どの大学出身だとか学生時代の成績がいいとか、意外とそういうのってね、医者としての良し悪しには関係なかったりするらしいですね。研究者としての良し悪しには関係するらしいんですが、だから川崎医大ご出身の方でも、きっと立派に活躍をされている方は多数おられるでしょうし、別にそんなに悪い大学とかそんなこともないと思います。ただ学費がものすごく高い、そして払えば割と簡単に入学できるということはなんかどうも間違いないらしいと聞いたことはあります。ちょうど窓から結構大きい窓なんですけどね、明るい夕日が入ってきますが、これも倉敷と岡山のこの辺りの区間よく見られること、あまり遮るものがありませんのでね、これも乗っていて結構爽快で楽しいところです。ちなみにこの岡山は晴れの国とも呼ばれていまして、1年を通じて晴れの天気が多いということでも知られています。
向こうに見えるのは岡山電車区。この辺りで活躍する電車が多数揃っています。みんな昔から使っているお風呂ですが、猛烈な音を出して立派に頑張ります。今左から合流をしてきたこの線路は、この先 JR 四国瀬戸大橋線となる宇野線です。この間小島で降りたあの線路、そのまま先に辿っていくと、これより岡山に入るということになります。岡山は中国地方第2番目の都市で、政令指定都市に指定されています。人口は100万もいっていませんが、70万人ぐらいはいたかな。桃太郎のお話で知られていますが、吉備津神社、備中国分寺などの観光地が有名で、古都三名の中に一つに数えられております後楽園、これはもう岡山のシンボルとして言うまでもなく知られています。出雲市、糸崎、福山、姫路、こちらは高知、高松、松山、いろんな行き先があって本当に立派です。昔は鳥取行きもありました。いや今もあるか、この時間はないようですが、岡山駅の行き先表示器見ていて楽しくなります。岡山駅前、今日は休日でたくさん人もいて混んでいます。この桃太郎像の下にもたくさん人が座っていて、待ち合わせスポットになっています。鬼が街で悪さを働くため、それを成敗するために犬と猿、そしてキジを連れて鬼ヶ島に乗り込んで立派に倒したとされる桃太郎のお話ですが、これにはいろいろと元ネタとされる説があるようですけれども、一つには、太古の昔この辺り吉備の国を治めていた人、それを大和朝廷が攻めてきて、征服させられて、そして大和朝廷の領土が拡大したので、それを抽象的に見立てて桃太郎と、つまりもともとこの、岡山周辺を、領地として持っていた人を、大和朝廷、桃太郎が、成敗した、という話に満たしているという説もあるそうです。もしそれが本当のことだとすれば、意外となんかここにあるのはね、今の政治体制を正当化するプロパガンダみたいに、もしかしたら言えなくもないのかもしれない、それは無理やりな解釈ですが、他にも桃太郎には突っ込みどころがいろいろとありまして、例えば鬼が悪さを働いている、それをやめさせるために鬼ヶ島に征伐に行ったのに、鬼たちの持っていた私有財産、普通の鬼たちが持っていた財宝をですね、奪ってきておじいさんおばあさんにプレゼントし、おじいさんおばあさん、そして町の人はみんな幸せに暮らしました。これは正義の名を語ったただの強盗なのではないかと非難される場合もあるようです。また個人的に非常に疑問に思うのは、この犬と猿とキジが桃太郎さんお腰につけたきび団子を一つくださいなと言って桃太郎から返された鬼畜の称号、もうこれひどい返事だと思うんですが、これから鬼を成敗に行くので、それについていくんだったらきび団子をあげますよ、それでついていく犬と猿とキジ、これこそが人間のエゴに忠実な動物として、この物語の主題として扱われるべき存在なのではないかと常々思っています。このことはもう何度も皆さんに対してお伝えしています。背中に日本一という上りを掲げて鬼ヶ島へ行進していったとされていますが、さすがにそれは恥ずかしい姿、あまりにもひどいとこの銅像を作った人も思ったのか、日本一の上りについては省略されているようです。大都会岡山というのは普及のネタで、岡山が大都会大都会とか言ってみんなしてバカにするという風潮がなんとなく昔ネットで漂っていましたが、実際にこのような大都会です。各方面への、交通の便も大変よろしく、駅の周りには何でもあります。さっきビッグカメラに行きました。何を買ったか、コンタクトレンズ、これは予算のね、計測の外としますけれども、コンタクトレンズがもうなくなりかけていたので、ここで一括補充をしたわけです。結構たくさん買ってしまった、荷物が増えました。私は岡山に来る機会は非常に多いのですが、実は岡山市内をまともに歩いたことはほとんどありません。それは駅の周りに大体便利なものが揃っているからです。この立派な街並みを見て、これが都会かそうじゃないかとかね、そういうことを言えるようになっている時点で、やっぱり太平洋側、瀬戸内海側の旅をしているんだなという気がします。日本海側よりね、太平洋側の方がやっぱり街というのは大きくなりがちですから。あそこにいるバスは松山行き、ここに止まってるバスもすごいいろんなところで出てるんでしょうね。
岡山駅のお土産やお土産街道ではこのように多数のお土産を売っています。まあ、バラで買える安いものだけ買ってきましたが、きび団子、これはきびの国の団子という意味であり、別に原料にきびを使っているわけではありません。またこちら愛媛県名物はたら栗タルト、この間ご紹介したのとは別のものです。こちらは広島県名物生もみじ。この岡山はまさに中国志向の交通の要所でありまして、これから東京大阪方面に帰る人向けに各地のお土産を売っています。他にも香川県からさぬきうどん、また高知県も数は少ないながら少数のお土産の取り扱いがありました。ありがとうございます。山陽本線上戸和気相生方面明治駅です。西側ら休日長島東を城が有名、姫路に着きました。これですね、この間姫路に来ましたね。この旅であの日は生野銀山に行った日でしたが、揖保乃糸の看板が変な色に光るんですよね。そんな話をしたシーンも皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。さてこの姫路駅の名物は駅そば。戦後すぐの味がします。物資が足りなかった時代、おそばがその粉が手に入らなかったので代わりに配給の小麦粉を使って始めたという駅そば。1949年からあまり味は変わっていないそうです。でも私これ美味しいって言われて聞いて食べたことあるんですけどね、あんまり正直美味しいと思わなかったんですが、どっちを食べようか。もう一個選択肢もある。天ぷら、うどん、うどん、さっきもうどんを食べました。いいね、うどん美味しそう。でもね、学割がありましたんで今日はこれにしよう。天ぷらきつね大盛りが350円、学生でよかったよ。本当によかった。はい、こちらが親の顔より見た光景。まあ、最近実際にね、本当に親の顔より姫路城の方が多く見てますんで、まあ、笑えないんですけども、姫路城お城口、夜はライトアップをしております。ここは皆さんも多くの方がご存知だと思うんですけどね、さっき確認したら39万回も再生いただきましてありがとうございます。まだこの時間だからこれですけど、私が温泉卵を割りまして、その後水を6リットル買いに行ったコンビニなどもこちらにございますんで、皆さんもですね、この辺りぜひ一度お尋ねになられては。お、あの時はまだ養生中だった芝生がもうこのように完全に生えてますね。姫路のありがたいことはこのネットカフェ快活クラブが駅の目の前にあって、そして値段もそんなに高くはないということです。大体ね、立地のいいネットカフェっていうのはもうそんなには存在しないんですけど、ここ姫路に関しては奇跡のような利便性。あ、でもナイトパック廃止されてるんだな。12時間で3132円、信じられないほど高くなったな。鍵付きの防音個室でもそれほど値段が変わりません。まあ仕方ないか、前値段もっと安かったんですが、しかも今日は週末ですんでパック料金プラス216円。ネットカフェもだんだん安い宿泊施設ではなくなってきているようです。これだったらカプセルホテルかなんか泊まった方がいいな。